はい、どうもフランクです。今回ですね、久々にね、トイちゃんのね、愛車見た目がだいぶ変わったんで、久々にもう一回紹介をしてもらおうかなということで、まあゲストとしてじゃあ出てもらいましょうか。前にいいの大丈夫です。だいぶ前回と見た目が変わったから、そうだね、まあ一回この動画を見る前に気になる方は前回の動画を見てからこっち来てください。じゃあまずフロントから行きましょうか。フロントからね、まあ、ちょっと今日は撮影用で撮っちゃってるけど、ナンバーは動いてないんで問題ありません。変わったっすか、とか。あれでもだいぶ変わってるじゃないですか。まあ、そっから見たら、まあ、こうやって下から行けば分かるかな。まあまあ、リップがついて、まあ、インタークーラーがついて、うん、インタークーラー見えるかな。下の方行く。見えるかな、どうかな。あ、つった。まあ、アペックスのスーパーハイブリッドインタークーラー、うん、タンフロー式が今ついてます。アペックスもあんだ、インタークーラー。あるんです。昔の当時もんですよ。よく出ないってね、その当時もんっていうのは。当時もんですよ、これも。じゃあその、CL パーマパチモンですけど、FRP なんで。インタークーラーが入ったのと、この下のリップ。そんな感じじゃないですか、うん。外装1は。え、色こうだっけ、ここ。ああ、そこは別パーツなんですよ、色で分かる通り。うん、だから割れちゃったんですよ。なるほど。で、仕方なく友達の白いワンエイティからガッパラってきただけです。あとはなんか変わってくる。あとは、まあ、フロントガラスじゃないですか。やっぱ、はい、すごい増えたよね。増えました。だし、増えちゃったっすね。全体的に増えてる、ステッカーが。まあまあまあ、いろいろあった。この動画に出てない2年間がちょっといろいろあったかなって感じですね。結構開いたからね、動画のスパンが。じゃあ次、サイド行きましょうか。はい、ってことでサイドに来ました。じゃあサイドの変更点を見ていきましょう。まあでも、サイドも変わってることが変わってるからね。てるね。じゃあホイール出ました。ホイールに全然わかんないけど、結構このホイール人気じゃない、こういう系の。そうっすね。まあまあ、これも当時もんっすね。当時もん。これはどうやって手に入るの。これはヤフオクと、うん、まあ昔ながらのアップガレージみたいなところにたまたまあったから買っただけです。ヤフオクとこのアップガレージ両方使って合計で4本手に入ったって感じですか。そういうことっすね。一箇所には全部揃ってなかった。揃ってなかったっすね。結構大変だね。2本でバラバラで買ったっすよ。なるほど。ちなみにこれはフルネームです。ホイールの名前は、ホイールの名前は、CST のデーモンキャンバーっていう名前なんだ。っていうホイール。で、一応マルチの100と 114.3 の4結ホイール、うん。でフロントとタイヤが今は東洋の R1R ね。これね、俺もちょっと気になったんだけどさ。ポテンゼより安く買えたしさ、でもグリップもあるって聞いてるからさ、結構まあいいタイヤ。柔らかい、これ。どうなんすかね。結構空気圧入ってる。なんか硬くない、このせいかな。多分もうタイヤは古いからカピカピになってるかもしれない。あ、新品で買ったとかじゃないんだ。いや、新品で買ったっすよ。あ、買ったの。てか、もともと多分ガテっす、結構柔らかいかと思ってた。分かんないっす。触った感じ結構なんかサイド硬そうだよね。サイドは硬いっす、めっちゃ。多分表面はソフトっす、やっぱ。普通のタイヤに比べたら。そのままちょっとリアのタイヤも行きましょう。リアは、まあ、オフセットも同じ、ホイールも同じ。うん。ただ、リアはケンダ買いた。あ、ほんと、ケンダだ。ケンダも結構種類あったよね、なんかね。これは普通の KR。うん、20か。やっぱ20みんなドリフトしてる人って履くよね、これね。あと変わったところはサイドステップぐらい。こっちかな、こう。サイドステップ。これも純正です。オプション品です。あ、オプション品なの。これ純正のオプションなんで。これどうやって手に入るの、こういうの。これは、事故った仲間がたまたま持ってたから、エアロクレアロにするよっつったから、じゃあちょうだいっつった。ああ、それくれたんだ。ホイールと交換庫しようねっつった。ホイールと交換庫。あ、ホイールあげたんだ。ホイールと交換庫でゲットした。で、調色して色塗ってみたいな。で、
要はお店でお願いしたの。これはお店ですね、板金屋さんに。板金屋さんでお願いしたんだ。サイドステープの塗りコーチンで、まあ取り付けコーチン込みで5万円ぐらいじゃないですか、うん、じゃあ安い方か。安い、ね、塗装込みだから安い。塗装込み、朝食込みなんで、朝食もしてもらってるんで。反対側もそうですよ。そうそうそう、全部込み込みで5万円。セットで安いもんね、これね。結構安くやるのか。じゃあ今度は後ろ行きますか。後ろ行きますか、まあ、ちなみにステッカーは後で紹介ということで、最後の締めで。締めでね。はい、リア。はい、リア行きます。リアもだいぶ変わりましたね、前回の動画と比べて。変わったっすね。このスポイラーのさ、この出っ張りを。まあ車検は通らないですけどね、完全に。そう、今駐車場だからね、問題ないですね。車検は通らないけど。じゃあこれもちょっとパーツ的に紹介してもらって、なんか雲がいる。雲がいる。雲いるっす。ちょっと。まあ。で、これは、どういった、これは B-WAVE っていうメーカーのリアスポ。まあまあ、俗に湾岸スポイル。あ、これが湾岸スポイラーって。そうそうそう、ね。まあまあ、リアバンパーに、ね、ステッカー貼ってあるとおり。そこのーー。あ、これがメーカーの。そうそうそう、なるほど。B-WAVE っていう。で、まあ、マフラーは、なるほどね。デュアル。マフラーはどこの？知らない。知らないの？知らない。ワンオフみたいな感じなの？ワンオフではないっすよ。なんか、友達曰くアップガレージで買ってきた。それをそのまま横流しも買ったから、わからないっす。メーカーが不明みたいな。メーカー不明のデュアル。で、57パイぐらい。60パイないかな。すごい。57もないんじゃないかな。30いくつとか、そんくらいじゃないですか、下手したら。じゃあ、ちょっとこれ。ちょっと今人がいっぱいいっからさ、あまり吹かせないから、ちょいぶかしお願いします。ちょいぶかし、ちょいぶかし、エンジンかかかは知らないよ。ちょいぶかしで、あんまりブンブンやっちゃうと怒られちゃうから昼間だしさ、ちょいぶかしでお願いします。まあ加工動画見てくればマフラーのやつもあっから、加工は VTR ある。じゃあそれも後で、ちょっと今音が入るかわかんないから。素晴らしい。って感じじゃないですか。顔にしぶきがちょっとあれだよね、ついたけどね、ちょっと。感じじゃないですか。でなんだっけ、そうだ、あのさっき話してくれたけど、ちょっと燃料ポンプのところが音声入ってるから分かんないから、燃料ポンプの説明も。一応燃料ポンプは R32 の GTR。それがすごいよね、高いからなかなか手に入らないから。え、そう、もうヤフオクで買ったっす。それいくらで買えたの。知らないです。1万円ぐらいか。1万円ぐらい買えるの。今新品14、5万とかしたりするからさ。まあまあまあ、当たり外れある年齢。まだ壊れないうちは多分大丈夫。適当な精神力。次また左行こう。左行こうか。反対側のサイド行きましょう。はい、じゃあ反対側のサイドです。まあ同じだよね。同じかな。ここは同じなんで、ここでじゃあステッカーの紹介お願いします。どうかな。こっちから行きます。こっちから行きますね。ここからぐるっと回っていく時計回りで。運転席側に。まあ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 。とりあえず、まあ、貼ってあるステッカーは見ての通り、うん、まあ、千葉魂のステッカーと、まあ、180の SR ヘリテージのイベントのステッカーと、うん、まあ、昔花島バンギーっていうところ の、うん、その千葉魂っていうイベントがあって、それの、うん、やつのステッカーがさっきの千葉魂のやつなんですけど、その人が作ってる SR の UR リンクのステッカー、うん、あ、こう見ると結構千葉魂 の、 あのステッカー多いんだね。あのこっちもこっちもこっちも。これはあれ、エントリーしないともらえないやつ。この3つは。あ、じゃあエントリーしたからもらえたってこと。でも俺とこの当時まだ学生っす。そうなの。学生っすよ。じゃあ誰かがくれたってことか、当時エントリーにこう人気投票みたいなのがあったんですよ、うん、それを書くとステッカーが1枚もらえるよっていうので、これをもらえてたんですよ当時。
なるほど。プレゼント企画みたいな感じで。これもさ、2013年って書いてある。結構前だよね。そうっす。だからこれが一番最初に行った。俺がガキの頃に一番最初に行った千葉魂。9年ぐらい前か。9年、10年ぐらい前。で、こっちが、ファイナルが2016年の10月30日。なるほど。かな。このままじゃあちょっと前行こう。前行くんですか？前行きましょう。え、まだある。ここが一番重要なんですけど、俺たちは。ここ？獅子丸ガレージ。じゃあここで、この説明を。獅子丸ガレージは、うちのチームリーダー名前が獅子丸さん。当時ネットネームが、ステッカーができてるって。そう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 。で、それのステッカーっす。ちょ、あとは、一時透明の燃料ポンプ入れてたんで、透明のステッカーっす。あ、これね。うん、ね。で、横の千葉魂のステッカーは、作ってもらった。ってぐらいじゃないですか。はい。じゃあ、横行こうか。横、横ってか、フロントだね。だいぶ増えましたね、ステッカーの数が。そうですね、増えましたね。じゃあ一番端っこの方からお願いします。あっちの端から。あの94番。そう、94番あたりから。94番は、あれは壮行会のドリドレナイトっていうイベントがあって、うん、滋賀県の奥伊吹にあるサーキット、うん、行って走った時のステッカー受験番号。滋賀県まで行くってこと？滋賀県まで行った。やば、遠くない？千葉から遠いのね、だいぶ。で、まあ、上がチームステッカー、与党レーシングって書いてあるんですけど、うん、与党っていうチームステッカー貼ってますね。まあ、あとはもう分かる通り、オメガとか。まあそうだね、この辺はちらほら出てるような感じのステッカーがあるからね。多分見ればね、多分大体分かると思う。まあ、あとはまあビデオオプションのステッカーぐらいじゃないですか、うん、これね。今度はあれかい、あの、あれ、そっち側もあったよね。あっち側もあるっすね。そっちも行こうか。まあ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 、普通の。ちょっとカメラで見にくいんだけど、この中期の書いてんだ。ああ、それもう一個ステッカーありますよ。ちょっと待ってください。持ってきますよ。ちょっと一回カメラ下に向けます。本当はね、動画止めようと思ったけど、ちょっとめんどくさいから、このままつなげていくっていう感じ。その間にちょっといろいろと見学してるからさ、こう、なんかいろいろ出てるじゃん。ほら。じゃあ見やすいのがある。あ、これっすよね。見やすいのって言ったの。あ、白だね、今度。はい、これの黒文字が。黒文字がこっちっていう。そうそうそう。同じようなここにあるんだけど。中期あるっていうことは、なんかこの前期とか後期のステッカーもある感じなの？これは俺のツイッターのフォロワーさんが、うん、その180の中期だけのグループを作ってるんですよ。なんかすごいね、またなんか集まるの大変そうじゃない？まあまあ、多分全国各地にいっぱいいるんで。中期なんか180はいっぱいいるけど、そこでその年式を固定しちゃうとなんか大変そうだよね。まあまあ、でも中期開校、後期開中期しようみたいな、まあ入れるかもしれない、わかんないですけどね。俺も俺中期なんで。まあ、たまたまパイセンからもらってちょうどよかったさ、貼ってみたいな感じじゃないですか。あと後ろ行こうか、最後だよね、これ。まあ後ろは普通にチームステッカーやってたけ、1枚張りっす。たった1枚だけ。後ろから見て、真後ろから見たらなんかあれだよね、見えんのかな。まあまあ見えるんじゃないですか、わかんないですけど。ここの、羽が結構大きいと。そう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 。じゃあちょっとこのまま内装行きますか。行く？